オリビアオンはシンガポール出身の女性歌手である。ソロとしては2005年に日本でデビューした後、2008年に活動拠点を台湾へ移した。2015年には母国シンガポールを拠点にアジア各地で活動している。日本での活動期には、主に英語によるボサノバやジャズフュージョン系アレンジのカバー曲を多く歌ったが、オリジナル曲による。 ダンスナンバーの一面も持っていた。台湾に拠点を移して、以後は、ボサノバやジャズのテイストを残しつつ、ポップ色を強め、中国語ポップスを多く歌うようになる。中華圏でも中国語名よりもオリビア音として、長通っており、オリビアへの当て字で、送りいただしやと表記されることもある。また、名字の、王を、オンと発音するのは、 シンガポール歌人の言語の一つ、ビンマン語によるものである。6から7歳の頃、マライア・キャリーの歌を聴いて憧れる。また、香港の王妃の歌を聴いて中国語の歌にも興味を持つ。1999年に、シンガポールで結成された三人組ガールズユニット、未来が、日本を含むアジア各地で活動していたが、2001年、日本への本格的進出を前に、 その一人が脱退。その欠員を埋めるためのオーディションで選ばれたのが、オリビアである。その時15歳。オリビアはシンガポールに、本社のあるレーベル S2S の日本の拠点である、S2S ジャパンと契約し、未来の一員として、歌手デビューする。同年7月、未来は2種類の6曲入りミニアルバム、ピンクとブルーを同時に日本のみでリリースし、 それがオリビアにとっての CD デビューとなる。やがて加入から2年足らずの活動の後未来は解散するが、オリビアは歌手を続けることを会社に告げる。2003年、17から18歳の頃単身日本へ渡る。3ヶ月間日本語を勉強し、インターナショナルスクールへ通いながら、ソロ活動を開始。その頃日本のダンスミュージック系。 DJ ユニット GTS とコラボレートしており、彼らのアルバムに一曲ボーカルとして参加している。2004年11月、埼玉スタジアムで行われた、サッカー、ワールドカップ、アジア予選、日本対シンガポール戦において、6万人の観客の前で、シンガポール国歌を歌った。2005年、オリビア19歳。S2S ジャパン内のレーベルインセンスより、カバーアルバム。 映画あルミーツボサノバでソロデビューを果たす。また、交流のあった GTS のプロデュースにより、翌年にかけて、ダンスナンバーがメインの2枚のオリジナルアルバム、プレシャスストーンズとタマリロー、ボイセラーレコーズからリリース。以後、映画あルミーツボサノバにと S 2と S2S シンガポールから出された中国語カバー2曲を含む、Wall in Love with l i a が2007年までの間に、 リリースされる。日本での活動期間に出された正式なアルバムはこれら5枚である。2007年末に S2S S との契約が切れシンガポールに帰国。オリビアは日本の生活や芸能界など日本食以外は馴染めなかったと後に語っている。その後も S2S S からは2008年までに 既存の曲で構成した企画物の2枚のミニアルバム、1枚のベストアルバムが出ている。帰国したオリビアは自分のバンドを組み、2008年3月にシンガポールモザイクミュージックフェスティバルに出演している。この頃、シンガポールの大物アーティストたちの音楽に触れ、中国語で歌うことに興味を持ち始める。同年、台湾の加盟国際音楽と契約する。 台湾へ渡ってからの最初のリリースは、シンガポールドラマ、小娘弱の主題歌、ジョエンのシングル曲で、シンガポールのみのネット配信によるものだった。これが、オリビアの初の中国語オリジナル曲となる。2010年3月、加瀬国際音楽から、シンガポールから来た、日本の輝きのキャッチコピーで、オリジナル1曲を含むカバーアルバム、オリビアがリリースされ、 台湾 G ミュージック洋楽売上チャートトップ20で連続30週ランクインする。8月にはライブアルバム夏夜風ライブ影音先週の CD と DVD のセットがリリースされると上記アルバムと並行してランクインし続けた。この年シンガポール映画素晴らしき大世界に出演。物語の序章と終章部分の主人公を演じている。 この映画は、翌年2011年1月に、シンガポールで公開され、日本でも9月に、福岡国際映画祭で公開された。2012年9月8日、初の大型ソロコンサート、オリビア,アイテキラマン氏演唱会を、台北市で開催。自身のオリジナル曲のほか、台湾のテレサテンや超恵み妹、アメリカのカントリー歌手テイラー、 スウィフトの楽曲や日本の歌手シーナリンゴのギブスなどを中、A、日の御事語を駆使して披露した。2013年11月28日 NHK ホールで行われた未知アセアン音楽祭災害復興への祈りにシンガポール代表として出演し、ディックリー作曲の U&M を歌った。このイベントの模様は同年12月15日に NHK 総合などで放送されている。アルバム他のアルバムへの参加アルバムシングル曲他のアルバムへの参加以上、台湾へ渡って以降の CD はいずれも日本版は出ていないが、ほとんどのアルバムは日本の iTunes ストアとクックボックスから配信されている。その他の参加曲看護方言発音辞典、o、を入力して、 南、を選択して検索すると発音を聞くことができる。ABCDE オリビアの幼少期から、台湾デビューまでの記述未来アーティストプロフィール c d j o u r n a l c o m s 2 s シンガポール公式サイト、カンパニー、アバウトアスも参照 AB 加減、国際音楽公式サイトアルバム、オリビア紹介ページマレーシアガラテアミ2010年7月16日の、 記事、シンガポールモザイクミュージック。フェスティバル2008公式サイトハット G ミュージック、商品基本資料アルバム、オリビア紹介ページ台湾 G、ミュージック洋楽売上チャート2010年第41週を、参照、アジアフォーカス、福岡国際映画祭から、素晴らしき大世界、日本からの逆輸入でブレイク。オリビアオン、初コンサート開催、台湾。 レコードチャイナ、2012年12月10日閲覧。日アセアン音楽祭公式ページブックス .com 台湾、ザエイジアンビューティーズ。CD ジャーナル、2015年4月3日閲覧。シンガポール国防の歌、ホームに39人のミュージシャンでビデオ。いざ、2013年5月23日閲覧。オリビア大元プリマテイストラッサヘシャゲメン。 加玄国際音楽内の情報講師の者、Facebook 上の動画オーシム社 Facebook 上の動画ファンケルシンガポール Facebook 上の動画。ありがとうございます。